はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずいこです。それでは今回なんですけども、l i n e イ,ンイラ LINE ポイントを貯めて、マイランクをゴールドプラチナへのランクアップを最短で行う方法ということで、今回は LINEPE の話題ですね。この動画では、LINEPE のマイランク制度、LINE ポイントクラブで、いかに早くランクアップできるかについてお伝えをしていこうと思います。それでは行ってみましょう。 ランクアップの方法をお伝えする前に、一応ですね、ラインポイントクラブのランクについて簡単にだけおさらいをしてみたいと思います。まずこのラインポイントクラブには、左から出てるように、レギュラー、シルバー、ゴールド、プラチナという4通りございます。この4つのランクに関しては、今出てるような獲得ポイントによって変わってくるんですが、100ポイント獲得していれば、 シルバー、500ポイント獲得してくれればゴールド、そして5000ポイント獲得していればプラチナというようなランク付けとなっております。で、これの判定基準に関しましては、過去6ヶ月間のポイント獲得量で判定ということになりますので、もちろん1ヶ月の間に貯めてもいいですし、まあ、トータルでこの6ヶ月間の間に5000ポイント貯めるであり、まあ、500ポイント貯めるであり、それをクリアすることによってランクが決まるということになっています。ちなみにこのプラチナになるためには、必ず下に 出てるようなビザラインペクレジットカードが必要となるのでいっぱいポイント獲得してもこのクレジットカード持ってなかったら左のゴールド止まりとなりますのでこれはご注意くださいまあ、少し前もね動画でお伝えしたことあったんですけどもランクに応じてそれぞれの特典内容というのは変わってきます一部だけ紹介させていただきたいと思うんですけども例えばこちらですね特典のクーポン獲得枚数と言いましてもしプラチナまで獲得している方であれば最大で10枚までもらうことができますでゴールであれば6枚シルバー レギュラーであれば3枚、レギュラーであれば1枚ということで、まあとりあえず何もしなくても1枚は獲得できます。あとは l i n e ペイで支払う際の チャージペイ利用時のポイント還元ということなんですけども、このチャージペイを使うためには、ビザラインペイクレジットカードが必要となります。これもランクに応じて変わってくるんですが、プラチナであれば、ラインペイで決済した場合は3%還元。で、ゴールドであれば2%、シルバーでは1.5%、レギュラーでは1%還元ということになります。ま、トータルで見てもやっぱりプラチナになる方が、ある程度全体的に見てもちょっとお得ですよね。先ほども少し出てきました、このビザラインペイクレジットカードに関しましても、還元率は3% と結構普通のクレジットカードからしてもお得なんですよねこれが期間としたら出てるように2021年の4月の30日までまあ、約1年間ほどはこの還元率3%でどこで使っても還元されるということになってますまあ一部ねちょっと使えないところもあったりするんですがこれはこれでめちゃくちゃお得ですよねでさっきのちょっとランクの話に戻すんですけどももしこのビザラインペクレジットカードを使ってプラチナの5000ポイント目指そうと思って使おうかなと思った時のまあ実質の金額を出した時は約 16 6667円使ったらやっと5000ポイント到達することができます。けどまあちょっと現実的に考えて、16万使うってなったら、一人暮らしの僕であれば、まあ支払いとかに、 換算すればある程度まあ早く到達する場合もあるかもしれないんですがまあ金額としてはちょっと高いですもんねなのでちょっと難しいかなという風には僕は思っておりましたでですねここから本題なんですけども今回は最速のランクアップということで2つ僕から紹介をしてみたいと思いますすでにもう僕が実証していることなのでまあ少しでもまあ参考になればなと思いますまあ伝える順番としましたらゴールドの500ポイントのなり方とそしてプラチナの5000ポイントのなり方この2つですねまず1つ目は ゴールドのの500ポイントの獲得方法なんですけどもその方法がこちらのキャンペろんね、いろいろキャンペーンはあるんですけども、今この期間であればこれがいいなと思ってピックアップしました。ちなみにこの店頭キャンペーンっていうのはお店で対象の商品を購入した後にコードを入力したら LINE ポイントがもらえるというものになります。例えばですね、今開催されているものであればこちらのセブンイレブン限定 LINEPay などに使える LINE ポイント50ポイントプレゼントキャンペーンという ということで、で,で,ですでこのキャンペーンの流れなんですけども、まうちょっと先ほどお伝えした流れと関連するんですが、まずはセブンイレブンで対象の商品を購入します。そうすると、購入した後にレシートのまあ下の方にですね、コードが記載されているので、そのコードをキャンペーンのページにて入力をします。そうすると、ラインポイントがなんと即時付与されると。 ということになっってるんですよね、まあ、やり方めっちゃ簡単ですよね対象商品購入入ししててレシーートトかららとはコードを入力してラインポイントがもらえるという流れになりますちなみに今回このキャンペーンの対象商品がこんな感じです。まあ、上に出てるような栄養ドリンクであったりとか、下に出てるようなお茶であったりとか、紅茶ですね。で、早速ですね、僕も今回トライしてみました。今ここに出てる2本なんですけども、もうこの動画を作成してる間にほとんど飲んでしまいまして、トータルで一応10本、129円税込みの商品を10本購入しました。 で、実際に入力した画面がこれですね。LINE ポイント履歴ということで、50ポイントが10個並んでますね。僕は今折ってる端末が iPhone と Android 持ってるので、今回は検証用の Android で試しに入力してみました。こんな感じでですね、今10個並んでるという感じになります。で、実際に入力して、まあ大体2日後ぐらいかな、この画面になったんですけども、翌月のマイランクということで、今出てるようにゴールドのランクアップが確定となりました。なのでね、ゴールドのランクといえば、クーポンが6枚もらす 得るるるととととといいいうこににになななななののので金額とすす1290円しかか払ってないにも関わらずもうゴールドランクになれたってのはめちゃくちゃゃくお得なのかなと思います以上がランクゴールドになるための500ポイントの獲得方法についてでした。それでは続きまして2つ目のプラチナ5000ポイントについてですね。その方法がポイントサイトのやり方についてなんですけども、これ以前ですね、僕のツイッターフォローしていただいている方であれば僕のつぶやきで既でに見られたかもしれないんですが、そのポイントサイトで実際に案件をこなして、その後に LINE ポイントに交換を するとそうすることによって今回のプラチナの5000ポイントを狙うことができるということですね。 で、実際の流れを簡単にお伝えしたいと思うんですけども、まあ、例えばポイントサイトであれば、モッピーとか EC ナビ僕よく使ってるので、まあ、そういったところであれば、LINE ポイントに交換することができます。まあ、ポイントサイトではたくさんね、案件があるので、例えばクレジットカードであったりとか、あと講座解説であったりとか、まあ、資料請求であったりとか、何かしらのま、無料の案件とかもあったりするので、そういったところで案件をこなして、あとはそこから LINE ポイントに交換をするという流れになります。まあ、今回はね、5000ポイントがランクアップの条件となっておりますので、まあ、5000ポイント以上、 交換すればオッケーということになりますで、ポイントサイトによっては手数料であったりとかまあ、そういったところがかかってきたりもするのでそこはちょっとねご自身でチェックしておいてくださいで僕もですね早速交換をしてまいりました今出てるように LINE ポイントポイント交換の PEX と書いてるんですけどもこの PEX っていうのはこんな感じになります EC ナビからポイント交換するときにこの PEX という交換サイトに入ります で、そこからラインポイントに交換をすることによって、今出てるような6360ポイントが反映されてるということになります。まあ、僕はね、あの、ペックスにポイントそのまま残したまんまだったので、5000ポイント綺麗にというわけではなくて、もうそのまま残ってたポイントそのまま入れちゃったので、まあ、5000ポイント以上入ってるのはご了承ください。そうすることによって、翌月のマイランクなんですけども、これは僕の iPhone の方ですね。メイン端末の方ですが、今出てるように、翌月からプラチナクーポンが10枚もらえるということになります。これ 本当に嬉しいですね。僕はメイン端末の iPhone に関しましては、まさかのね、シルバーからスタートしてたので、まあ、このランクアップどうしようかなって悩んでたところを、まあ、このポイントサイトから交換をしたら、反映がされるということでしたので、まあ、実際にこの反映されて、ちょっと一安心してるところではございます。まあ、ポイントサイトとしたら本当に案件をこなして、ただ移行するだけになるので、本当にこう、先ほどお伝えしたようにビザ、Visa LINE ペイクレジットカードから、ま、16万円、17万弱ぐらい使って、LINE のポイント上げるよりかは、ま、こういった 方法もあるのでま一、あ、つ参考にしていただければなと思います今回お伝えしたことがこの2つの方法ですね店頭のキャンペーンとポイントサイトからの移行ということなんですけども 一応ですね、それぞれちょっと注意点がございまして、まず一つ目の店頭キャンペーンに関しましては5月の21日まで。まあこれはいろいろキャンペーンはあったりするんですけども、今回僕が紹介させていただいたセブンイレブン限定のキャンペーンに関しましては5月の21日までとなっておりますので、まあただね、お茶を購入するだけなので結構簡単なので、これはトライしてみるのもいいと思います。そして二つ目のポイントサイトに関しましては、これはですね、まだちょっとわかんないんですが、やり方としたらめちゃくちゃ簡単なので、もし すするるとと規制が入るんじゃなないいかなと思いますで、僕自身はちょっと経験はしてないんですけども、以前あったラインポイントを、ま、いろいろ経由して、ANA のマイルに交換できる、そのソラチカルートというんですかね、それがちょっと封鎖されたということもあったので、ま、いろいろとね、まあ、そこら辺に関しては規制が入るのかな、というふうに僕は思うので、もし、 今のうちにランクをプラチナに上げたいっていう方は、まあ早めにトライするのが一番いいのかなと僕は思います。けどですね、もし反映されなかったりとか、そういった場合も考えられるので、もし行う際は自己責任でお願いします。まあそんなこんなで今回は最速のランクアップ方法について簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあラインポイントをもらう方法っていうのは、ラインポケオであったりとか、ポチポチフライデーとか、まあいろんなキャンペーンがあったりするので、まあ他のそういったキャンペーンにトライして、 ポイントアップ狙うのも全然いいと思います。一応今回お伝えした、まあ、EC ナビであったりとか、ポイントサイトの、まあ、モッピーに関しましての、リンクに関しまして概要欄に貼っていますので、ちょっと詳細気になるなっていう方は、チェックしてみてください。まあ、今現在、それぞれポイントサイトで登録したら条件をクリアすることによって、アマゾンギフト券がもらえたりとか、結構なポイントがもらえたりするキャンペーンもあったりするので、そちらもぜひチェックしてみるのもいいんじゃないかなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 今日ですね、ちょっとツイッターでも話題になってたんですけども、まあ、またね、LINEPE のことに関連するない情報にはなるんですけども、ここ見ていただきたいんですが、LINEPE のウォレットのページから入りましたら、こういった、こういった l i n e ポイントクラブの画面が出てきます。で、そこに今出てるように、初年度3%還元のクレカがっていうのが出てるんですけども、実際にここをタップしたらですね、じゃんということで、 初年度3%還元のクレカが登場ということで、なんと、ビザラインペイクレジットカードをここの画面から作成することによって600ポイントがもらえるキャンペーンっていうのが実際に開催されてるんですよね。まあ,あいにくね、僕はそのままこういったキャンペーンが開催されてない状態で普通にビザラインペイクレジットカードを作ったので、特にポイントなどはもらえなかったんですけども、まあ結構早い段階でこういったキャンペーンが出てきてるので、まだね、ビザラインペイクレジットカード作られてない方は、見た感じ先着にはなるらしいんですけども、 これを機に、まあ、作成してみるのもいいんじゃないかなと思いますということで、ありがとうございました。